こんにちは、セア畑菜園アドバイザーの下道です。今日は冬越しする害虫を死滅させる対策と低温管理についてご紹介します。いよいよ冬越しのタイミングになります。この時期はビニールトンネルを使って栽培していきます。ビニール内は防寒されて暖かいことによってアブラムシの活動が活発なままになることがあります。捕殺することも重要ですが、常に暖かい気温にしないということも重要です。今日は冬場のアブラムシ対策を紹介していきます。最後にご質問にもお答えしていきますので、ぜひご覧ください。では行ってみましょう。それでは現在のアブラムシの状況を見ていきましょう。こちらの畝では大根を栽培しております。この大根は秋巻きの来年の3月に収穫する三太郎大根という厳寒期に強い大根を今栽培しております。冬越しをするためにアブラムシがトンネル内で越冬しないように対策をする必要があります。アブラムシは特に葉の裏側に点在しますので、葉の裏をこうめくって見ることが大切です。このように一本一本葉をめくって確認してみてください。次にソラマメのアブラムシの状況をチェックしていきましょう。ソラマメの場合には成長点付近にアブラムシがよく集まってきます。したがって成長点付近を指でこう広げてみて、確認をしてみてください。一つの株にアブラムシがいたならば、畝全体の株にも点在している可能性がありますので、一本一本アブラムシがいないかどうかを確認してみてください。寒い時期はアブラムシは繁殖しませんが、静かに越冬しようとしております。このまま春になりますと一気に繁殖してしまいます。またビニールトンネルで暖かくしているといつの間にか繁殖してしまうことがあります。アブラムシの天敵となるテントウムシが今いないので、とても居心地のいい環境です。しっかりと対策する必要があります。それではやるべき作業をご紹介していきます。一つ目はビニールトンネルを設置する前にアブラムシ対策をすることです。少しでも残さないようにすることが重要です。また設置した後も定期的な点検が必要です。まずは大根のアブラムシを徹底的にチェックして対策をしていきましょう。アブラムシがいた場合には3つのステップで対策をしていきましょう。まずはハケを使って払い落とすということです。その次に水を使ってじょうろ等で洗い流すという方法です。最後に油石鹸水で予防として散布するという方法です。そうすることで今いるアブラムシを除去して、さらにアブラムシの今後の発生を予防していくことができます。アブラムシが葉っぱの裏にいた場合にはこのように払い落としてください。このように払って落としてしまえば再度上に上がってくることはありません。次にじょうろ等で水をかけて洗い流すという方法です。最後に油石鹸水をかけて予防していきます。アブラムシは葉の裏にほとんどが付着しますので、葉の裏の方にこのように散布してみてください。
最後に、表の方にも軽く振りかけてみてください。これで、大丈夫だと思います。2つ目の作業です。ビニールのトンネルを設置した時の通気性を良くすることです。温度が高い状態が続くと日中に活発に行動することがあります。暖かい日のビニールトンネルの中は15度から20度以上のアブラムシが好む環境になります。あえてビニールトンネルの裾をまくり換気を当てましょう。数時間でも構わないので、畑に来た時に裾を上げてまた帰る時には閉めて帰るという作業が必要になってきますけども、畑に来た時に空気を循環させてアブラムシの被害を減らすような作業をやってみてください。このようにビニールトンネルを張っている場合には空気の流通を良くするために裾の部分を少しめくってあげることが重要です。これは反対側もこのように裾を20センチぐらい開けて空気の流通を良くするようにしてみてください。やるべく作業の3つ目は枯れた葉を除去するということです。この作業は収穫まで継続してやってみてください。トンネル内の葉が茂っていることでアブラムシが潜んでいる下の部分は通気性が悪くなり、冬場でも湿度と温度が高くなります。温度がこもらないように葉を除去して通気性をしっかりと確保していくことが必要です。枯れた葉を除去していきます。このようにマルチにペタッとくっついて黄色く枯れた葉は定期的に除去していってください。このような葉をそのまま放置しておきますと病気の発生にもなりますし、害虫の住処になってしまいますので、こういうふうに黄色くなった葉は定期的に除去していってください。やるべき作業の4つ目です。マルチ付近の葉をチェックしましょうということです。寒い冬は特にマルチ付近が日光で温まり、マルチの近くの葉の付近でアブラムシが越冬することがあります。上の方の葉にいなくても下の方の葉に潜んでいることがありますので、下葉の葉を除去して通気性を良くして温度管理をしていきましょう。また下葉付近にいるアブラムシはしっかり除去していきましょう。このようにマルチにペタッとくっついてる葉はできるだけ除去した方が害虫の住処にならないと思いますので、逐次下の方からこのように摘葉してみてください。それでは質問コーナーです。こちらの根菜の動画にコメントをいただきました。白菜の後に人参の種をまいても大丈夫でしょうかというコメントをいただきました。セリ科の人参であれば連作を気にしなくても大丈夫だと思います。白菜の後に油中の野菜を植えるのは控えた方がいいと思います。また猫不病が発生した畝で人参などを種まきますとまた猫不病になる可能性がありますので避けた方がいいと思います。人参栽培頑張っていきましょう。今日は冬のアブラムシ対策をご紹介していきました。シェア畑菜園アドバイザーの下道でした。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。
では頑張ってください。バイバーイ。家庭菜園ライフ。